サクサクミルクの赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。はい、よろしくお願いします、はい、さあ今回やってまいりましたこちら、うん、ハテナマークが本店とか出てますけど、はい、いや違うんですよ、こちらですね、三軒茶屋駅から徒歩4分ね、まあ、こちらとしてはあの焼肉屋牛角の第1号店ということで、三茶なんだね。三茶にあるんですよ、ね、でなんでここに来たか、焼肉動画ではございません。なんとですね、ドラゴンボールスーパーのあのブロリーの映画公開に合わせて、うん、牛角さんがこうコラボしてるんですよね、ドラゴンボール、はいはいはい、はい、でまあメニュー開くとかこんなって感じでコラボしてるんだけど、この中にこれ二郎系なんかあるんですよ。マジで通信中もあるじゃん。通信中もあるけどドラゴンボールだからね、うん、というわけで今日はね、焼肉食べずに二郎系食べて帰ろうということで、ね、なんでだ焼肉でいいよ、焼肉がいいですか。まあそんなあなたにはね、こちらこのようにメニューを開いていきますよ、はい、こちらのメニューね、まあ花からね、こういった締めのラーメンは用意があるんですよね。なるほど。牛角さんっていうのはね、うん、でバー見ていきますと、下の方にこう、うん、まあラーメンで何でも使えるこうトッピングがあるんだけども、うん、無料でですね、赤コチュジャン、マヨネーズ、ごま油、そして二郎系に対してはニンニクをトッピングできるんだけども、うん、はい、今回はですね、このようなものを頼んでみました。こちらですね。あ、客丼を先に見てみましょうか。ね。おっとっとっと。客丼ってか、赤星だよ。いや、こちらです。皆さん持ってきてくれましたね。持ってるね。びっくりしちゃっても。店員さんがびっくりする。何この顔って。ね、いや、でもすごい。いや、これ、そう、本格的でしょ。ね。トッピングとしては、ニンニク、ごま油、赤コチュジャン、唐辛子抜き。今回はその、ちょっとスープを正確に味わいたいんで、うんうん、赤唐辛子はなしでいきましょう。なるほど。で、赤コチュジャンとごま油をコールしてます、ね。うん、マヨネーズちょっと合わないかなと思って。なるほど。そうそうそう。なるほど、はい、この二つをね、いってますね。さあ、そして、おおっと、なんだこれは。おぉ、いや、ラーメン。オールスター感謝だ。あ、いいよ。超高くていいよ。ね。ご覧いただきましたね。全体像をちょっと見ていただいてね。まずはスープからいってみましょうね。一口飲んで、うわどういう感じ、いつものカウンターじゃないからってさ、もう落ち着く年なの。本当そうよ、30歳。後ろテールをね、ダッシュにしてるスープなんで全然違いますよ、美味しさが。野菜もすごい分厚い。あ、そう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 、これね、かなりのシャキ度を誇るお野菜なんですね。お肉とやっぱり一緒に焼いて食べてほしいですよね、絶対ね。そしてその麺を注目していただきたい、ね、しっかり、しっかりとした本格的な極太麺なんですね。作ってますけども、片茹ででして歯ごたえのいい縮れ麺、これ商品開発の時点で結構詳しい方が絶対いたよ。なるほどね、会議の中に。食べ応えのある。あ、そして、いつもは撮れないもう外亀での映像をなんか、ね、撮っていきますけども、映像の解説ですね。映像の解説ラーメンじゃなくて、そしてね、お決まりの豚でございますが、はい、オリジナリティ高い方。あ、どうした いや、ちょっと何のあれだったのか僕分かんないです。なんで使ったの、何があったのか、本当に何だった、画像がブレてたのを気にしたのかな。いです、ガチガチ豚ね。ということで、せっかくなのでこちらの豚をね、何か味付けしていこうかな。ではなく、焼いちゃうよということで、まあ、趣味あるじゃあ焼肉食べなよ、せっかくだし。まあまあ、名残があったんでしょうね、僕もこういう名残、名残、食べたいなっていう気持ちがあったんでしょうね。食べればいいよ。わー、なるほどね。うまそうよ。うまそうでしょ。いいよいいよ。これ画質良くないですか、今回。いや、画質はいいんだよ、別に。iPhone 8の外カメすごい。 iPhone の解説すんな。外カメね、外カメにしてるからさ、いつもさ外で撮るとこんなに綺麗に撮れるんだ。肉の話しようってかラーメンの話しよう。あ、ご覧ください、塩コショウ振ってさらに味付けしていって。いや、うまいよ。で、その豚をピットインということでね、戻してね、また戻してきました。おおおおおまた映像じゃん。おお、難しい。難しいですね。なんで言っちゃったよ、ね、こうパリッとした食感になって、クリームが溢れる。素晴らしい。そうなんですよ。うまかちむち。かちむち。うまかちむち。ね。そして、ニンニクでこの辺りで味変していきましょう。うん、すごい量。いや、すごい量ですよ。これね、まあ、ニンニクシャワーなどをしていきますけども、やっぱりね、驚いたのは、僕
なんかおろしニンニクかなと思ってたんだけど、焼肉屋だから、そうしっかりとしたね、粒のでかい本当のニンニク、まあまあ粒ニンニクは本当にニンニクだけどね、そうそうそう、そこが良かった、すごく。なるほど、さらに牛角といえば魔法のつけ塩、うん、ね、これタレと一緒に混ぜてすごい美味しいんだけど、今回はラーメンにこれをぶち込んで2杯いった、3すくいいっちゃうんですね。僕は元牛角でバイトしてたんで、あ、そうなんだ、この味についてはもう存じ上げておりますが、これがね、塩分取り放題で塩分取り放題うますぎ、笑っちゃってるからもう心臓壊し放題自分が笑ってる映像で笑ってるからね。よかったね。幸せだね。よかったよかった。で、さらに無料トッピングのごま油ですね。はいはい、合わせていくよーねー。よいしょ、よいしょ。ねえ、麺屋武蔵見てんの。そばめかいし。麺屋武蔵は働いてた。麺屋武蔵はよく通ってただけです。あ、そうですか。見て、池袋のね。あ、そう。もう頭抱えちゃってもう嬉しく。どうしようみたいな。ダザイ治なりの。頭の考え方だったり、ダダイオサムではなかったよ。ダダイオサムではなかったですか。ねえ、赤コチュジャンね、そう言ってる間に出てきましたが、さすがにちょっと全部入れずに、ちょっとずつ試して、まあまあ、ちょっとずつなんこれ多いや、俺の中ではちょっとですよ。僕の中ではちょっとです、これ牛テールのスープね、甘みのある赤いコチュジャン、これ韓国風のラーメン、まあ、上等な韓国風二郎系をこう誕生させたりしてる。おっと、くっついたね。そして詰め替えタイプの黒胡椒ももちろん入れていくね、もちろん入れていくよ。おっと、サブゴリね、さらにタレも入れちゃう。あ、なるほど、やっぱり卓上にあるもの全部入れてみないとね、せっかくだから、せっかくなんで、びっくりびっくりですけども、ちょっとね、味がどう変わるか分かんないんで、少しずつ入れて食べますけども、牛だからって合いますね、いくらラーメンでもいくらラーメンでも合いますよ、やっぱ出汁が牛なんで、うん、で、食べていきまして、おー、すごいうなずきをね、器最後にやっぱりね、なかなか飲めないスープなんで、はい、おー、きた、どうなるんだ、器の中、うん、おー、かわいい、よいしょ、おい、ゆうたくさん、きゅうステータスを見ていきます、はい、やっぱりマシマシレベルとしては、まあ、80.2 ということなんだけども、焼肉屋さんでこのクオリティの白毛が食べれるのは素晴らしい。これいつまでやってるんですか。あ、これはですね、1月の中旬ぐらいまでだったかな。なるほど、頭の方にスケジュール載ってるんで見てください、とですね、はい、1個言いたいんだけど、はい、ちょっと見ていただいてる方に、チャンネル登録についてしっかり言った方がいいんじゃないかと。これまでお茶濁してきたかなと思って、お茶濁してる、お茶を濁してきてる、あんまり主張してなかったかなと思う、はっきり言おうかな。なるほど、もう、チャンネル登録マジでお願いします。なるほど、ね、本当に登録してほしいんですよね、うん、テンプレ作ってちょっと置きたいと思います。交互に出すんだ。はい、というわけで、牛角三軒茶屋本店でございました。全国の牛角屋さんでやってますんで行ってみてください。牛角屋さん、牛角でやってます、牛角でね、行ってますんで、ごちそうさまでした。はい、おっす。